ベンガルボダイジュは、クワカイチジク属の常緑鉱木。別名、バンヤンジュ。沖縄では、ガジュマル。リンネの植物の種で記載された植物の一つである。熱帯アジア原産の常緑鉱木。典型的な締め殺し植物、つまり他の樹木に巻きついて枯らしてしまう植物である。熱帯性一軸類の一つで、熱帯地方では高さ30メートルにもなり、枝から気根を出す。 木根は垂れ下がって地上に達すると、普通の根を出して、やがては幹となることから、一本の木で森のようになることがある。葉は長さ約20センチメートルの甲卵径から楕円型で、養身は皮質になる。枝が広く横に張り出すので、緑陰樹として栽培される。禁煙で性質の似たがじまる、ベンジャミンゴムと同様に、養木は鉢植えにして、 観葉植物として利用される。園芸品種にクリシュナ絵があり、養身の基部がねじ曲がって、ロート状になる。仏教では、菩提の象徴が、インド菩提樹であるのに対して、ベンガル菩提樹は、広大に広がる姿が、菩薩の菩提神に例えられる一方、形も定まらず、始まりも終わりもない、輪廻の象徴ともされる。ありがとうございます。